予防接種記念日の2月14日火曜日朝7時5分の日本海はほぼ無風って言おうとした瞬間にオプショアが背後からそれほど強くありませんが吹き始めました。海はかなり落ち着いてきてますね。手前のスープの面積が随分狭くなりました。こちらほぼ無風で待てばテイクオフできるぐらいの波入るのかもしれませんけど、今ちょうどセットの間ですかね。もうかなり落ち着いてしまってますね。右側は気温は4度ぐらいです。風は屋上は海には待てばまだかなりサイズのある波が入りますが、もう夏なら今からでもレッツゴーって感じのコンディションまで落ち着いています。今日終日どうですかね。まだちょっとダンパー気味ではありますね。